はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、ということで、明日はメンテ日ということで、今日も更新情報を見ていきましょう。まずは、メンテ前日忘れ物チェックコーナーということで、今日までのガチャだったりイベントがあるので、やり忘れがないか、一緒に見ていきましょう。はい、まずは UR 総順ちゃんですね。最新の雑貨屋と同じタイミングで、ガチャに並んだ猫キャラクターということで、なんか最新の雑貨屋にね、絡んでくるんじゃないかなって思ってたんですけど、全くそんなこともなく、まあ、スキル的にも、特にバフ屋でバフなんかをするようなスキルではなく、攻撃だけを行っていくプレーンなスキルってことでね、基本的にこのキャラクターは2時間待ちということで、今回はスルーになるのかなっていうところで、はい、まあ、ラス日まで無料ガチャ回して残り4回で確定絆枠保証がありますが、まあスルーでいいのかなっていうところですかね。首相様、こんなことしちゃダメにゃ。ほら、にゃんこパンチ。はい、命がけのタップですね。いや、もうキャラ的にはめちゃくちゃ好きなんですけどね。はい、あと本日伊達政宗ガチャも最終日ですね。はい、UR1000 の伊達政宗ってことで、まあこのキャラクターの性能については2個前の更新動画または伊達政宗の分析動画で話しているので、まあ詳しくはそちらを見てもらいたいんですが、まあ基本的にこのキャラクターも総順と同じで、将来的に登用を考えてない人は残り確定絆枠までの回数を消費して確定絆を取りに行く必要はないのかなと思います。ていうか、この伊達政宗、総順ちゃんと絡んだ奥義があるんですよね。これ2人一気に登用しようと思ったらかなり原稿を持ってかれますよね。いや、これ結構鬼畜ですよね。はい、あと諸葛丹も本日最終日になります。はい、諸葛丹の UR に関しては特に奥義とかもないですし、一応スキル1で敵 HP が 50% より高い場合破壊状態にできるんですが、これに関しても多くのプレイヤーにとってはロハンの UR が無料でプレゼントされているので、まあ、特に原稿を使ってまで取りに行く必要はないのかなっていうところですかね。お願いです、やめてください。緊張で心臓が飛び出そうです。諸葛丹キリッとした見た目なんですけど、意外と声が可愛いんですよね。こうすれば気分が良くなるの？で、逆に姉の諸葛金の方はふわっとした見た目なのに声がセクシーなんですよね。前々からこの姉妹の声逆なんじゃないかなっていう風にね、個人的には思ってたんですけど、みんなどう思いますか？まあ、逆に言えば2人とも見た目と声にギャップがあっていいんですが、まあ、ギャップの形としては個人的にはこの諸葛丹の見た目キリリからの声ふわりが好きですね。私の姉さんにも同じことをしたんですか？はい、あと本日ラキスタガチャも最終日ですね。はい、このラキスタガチャのキャラクターラインナップは3ヶ月に1回ぐらいのペースで同じラインナップが並ぶので、最終日まで無料枠分引いておいて最終日に残り回数ですね。はい、こんな感じで引いていって確定絆枠でちょびちょび絆を貯めていきましょう。はい、そして最新の雑貨屋ですね。はい、このイベントもまさかね、こんな感じでまた来るとは思いませんでしたが、はい、実は今回この3月にね、始めたばかりのサーバーが一つあるんですが、そのサーバーで最新の雑貨屋チャレンジしてみたところ、はい、なんとこんな感じで6回の引きで A ランク出ちゃったんですよね。いや、散々トラ猫の文句言ってたら超コウメちゃんが見かねて接待してくれました。ということでね、めちゃくちゃ運が良かったんですが、そのせいで微妙に20個サイコロが余ってしまっていて、次の開封までサイコロが40個必要で、課金すべきかどうか悩んでるんですが、まあ、今回お伝えしたいことはこの猫サイコロですね。5月25日明日のメンテナンス後に使用しなかった分のサイコロは1つにつき50元宝で交換してくれるんですね。まあ、使わなくても1000元宝になって帰ってくるっていうことで、元宝に直接変えることができるっていう選択肢もありますよっていうことをまずは把握しておいてください。はい、で、まあそれも踏まえてここからは各自判断していく必要があるんですが、まあ、今回私の場合どうするか悩んだんですが、はい、まず最新の雑貨屋ガチャ今回引かないでサイコロを換金した場合には、課金効率的には、まあ、ここの 20×50 で1000元宝返ってくるのと、まあ、累計チャージなんかをサイコロ20個分ですね、今回100個買った累計チャージのうちの5分の1なんで、まあ、1220円分のサイコロが今残っていて、で、まあ、6100円分は買ってるんで、そこで得られた累計チャージも5分の1すると、まあ、480元宝分累計チャージでももらってたことになるので、はい、元宝的には1480元宝が手元に残る形ですね。で、その20個のサイコロには1220円かかってるので、課金効率的には 1.21 ということで、はい、この 1.21 を取るか、はい、こっちの今残ってるアイテムをゲットしてギャンブルに出るかなんですが、はい、一応期待値計算してみたら、これまた累計チャージまで含めてだいたい1円あたり 1.4 ぐらいの期待値のガチャになるってことで、はい、ちょっと計算間違ってたら申し訳ないんですけど、期待値的には一応引いた方が良さそうなんですよね。はい、なんですが単純な確率で言うと D ランクが出る確率っていうのがもう 62.5% の確率なんで、で D ランクを引いちゃった場合には課金効率1円あたり 0.68 の課金効率で、はい、だいたい比べてみると半分ぐらいにダウンしてしまうので、はい、単純に3分の2ぐらいの確率で
損をするガチャっていう風に捉えると、まあ基本やんない方がいいのかなっていうところですね。はい、まあただ私にはね、この A ランクを6回目で当てたというね、2.4% を引く運があり、なおかつ今は超高名ちゃんの接待中ということでね、まあ B か C 出るでしょうということで、ちょっと課金してきます。はい、サイコロ60個ゲットしてきました。超高名ちゃんにもしっかりご飯食べさせてあげて、はい、もうこれで完璧ですね。じゃあ行きますか。この UR1000 が出た箱の横のこの箱で行きたいと思います。行きます。虎猫ちゃん頼むぞ。はい、ということでここから更新情報ですね。はい、まず百花美人に義援が来るってことで、はい、もう義援に関してはなんといってもこの奥義ですね。はい、 SSR3 体で作ることができる命中奥義、レベル ×40 上がるやつと会心値レベル ×20 ってことで、命中奥義に絡んでるのがめちゃくちゃでかいですね。はい、あとなんといってもこの下のツバメ返しの達人っていう奥義、超運と絡んでダメージ反射プラス 10% HP 上限プラス 8% ってことで、はい、めちゃくちゃ優秀な奥義に絡んでるので、はい、その他にもいろんな奥義がありますが、まあ義援に関してはこの上の2つの奥義だけでも狙いに行きたいですね。で、百花美人ガチャに関してはこの確定絆枠の残り回数ですねに関してはメンテ後も引き継がれるので、まあ、もし今回ここの当該を残り4回分ですねガチャ回して確定絆枠まで取った場合には、次回の義援の確定絆枠までが遠のくということで、まあ、当該と義援どっちがいいのかってところですね、見比べてみると、はい、もう当該に関しても防御力 6% アップだったり、砲術防御貫通の奥義だったりと、はい、SSR だけで組める奥義があったり、会心ダメージが上がる奥義があって、モガミとかナタとか風魔小太郎とか使ってる人にとっては会心ダメージ上げておきたいので狙いに行きたい奥義ですね。まあ砲術会心ダメージも上がるので、防止系のアタッカー使ってる人なんかも結構ありがたい奥義になってるんですよね。で、あと難しいですが反射奥義にも絡んでいて、まあ将来的にはここも作りに行きたい人結構多いんじゃないでしょうかね。はい、あと当該はなんといっても二次化した場合に、はい、スキル2で頓光というバフ状態に入ることができて、まあこのバフによる反射ダメージが対ボス戦で玄関環境最適化になるようなダメージの与え方ができるバフになってます。まあ、詳しくは過去に何度も動画出しているので、まあ、最近では牛若丸のコブループとのコンボで使う流れなんかを紹介しているので、詳しくはこの動画の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらご確認ください。はい、ということで、まあ奥義的にはどちらもかなり優秀なんですが、スキル性能的に将来的にこの当該ですね、もし効率よく進めておきたいのであれば UR アバター戦まで取りに行くと一気にボス戦進むようになるので、はい、虹の当該がねガチャに並んだ時に当該の SSR 持ってなかったみたいなことにならないように、はい、この SSR 当該ですね優先的に取りに行きたいですね。で、まあこの百花美人の限定ガチャ回す際には原宝で回すのはもったいないので、この高級ガチャ券ですねを使って回すようにしましょう。あれその後が来ない。はい、今8分前に義援の更新情報が並んで、その先ですね見に行こうと思ったんですけど来ないですねかなり荒れてますね。これは来るのか、まさかの義援だけ。はい、義援のアナウンスから10分経ちましたね。追加の情報が全然出てきません。はい、ちょっと来ないんで待ってる間に、そういえばこの前のアップデートであった無言アップデですね、ちょっと見ていきますか。これね、雑貨商の娘っ子どこ行った。はい、看板娘ちゃんここにいました。仕事はしてるみたいですね。テチテチの城支店から別の支店に移ったんですかね。まあでも雑貨商の娘っ子ちゃんのアパートはね、私の城下町にあるんで、お風呂はこっちで入ってるみたいですね。いや帰ってきてほしい。はい、ということでね、雑貨商看板娘ちゃん変わっちゃいましたが、まあ、この UI 自体は一番下に雑貨商があったり宝石店があったりと、はい、宝石店もねすごいセクシーなお姉さんがお出迎えしてくれますね。あと瓶床の宝石を胸に挟むな、谷間にある瓶床の宝石取りたければ瓶床の宝石買ってスピード上げろみたいなね、あまり売れてない瓶床の宝石を売るためのけなげな手段ですね。で、闘技場とか同盟のショップだとか、あとは皇室のショップですね。はい、皇室も掛け持ちでやってますね。で、あと思想ショップですね。なんか思想ショップより生めかしくなりましたね。この感じの店が実際にあったらめちゃくちゃ入りづらいですね。この奥にメンズコーナーがないことを願いますね。で、花嫁衣装と、ああいう感じで、まあ、ここら辺の花嫁衣装だとか思想なんかはねめちゃくちゃ行きやすくなったので、まあ、その他のショップに関しても一括してまとめてくれてるのはマジでありがたいですね。あ、来た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 、6分前に来てた。逆に無駄話しすぎましたね。はい、ということで課金イベントから見ていきましょう。あ、結婚イベント来ますね。これ多分超運じゃないですかね。先月雪村が6ヶ月ぶりに来たんで、今月も超運来れば6ヶ月ぶりなんで、おそらく超運だと思います。はい、で限定ガチャ券大、はい、これが3000元宝でガチャ券50枚と同じく限定ガチャ券なぜか大、これが2000元宝とガチャ券20枚がもらえるんですが、これに関しては寝巻きイベントで使用可能ということで寝巻きキャラが並ぶんですね。はい、寝巻きガチャということで、おそらく割引券が使用できる
タイプの限定ガチャだと思うので、この課金イベントとこの課金イベントですね、はい、1万2000で3000元宝、そして6100円で2000元宝で、ガチャ券枚数は先ほど言ったように50枚と20枚ということで、はい、課金効率的には、まあ、限定ガチャ券、まあ、ここではショーと言ってますが、価格の安い方ですねの方が価格が高い方の限定ガチャ券大より悪くなってますね。で、限定ガチャ券大の方の課金効率は1円あたり 1.25 元宝で、累計チャージまで含めると1円あたり 1.75 元宝ということで、他の代表的な課金イベントと比較すると、はい、まあ、よく来る一朝一夕イベントですね、はい、ちょうど今並んでいて、まあ、先ほど忘れ物チェックコーナーで伝えるの忘れてましたが、これも最終日ですね。はい、課金編でちょうど 80% 出てくれたんで、この後課金しようと思いますが、ちょうど出たこの 80% の時で 1.26 で 1.86 なんで、はい、ここまで来ると限定ガチャ券代より一朝一夕を使った課金の方が課金効率が良くなります。はい、なんで、まあ、寝巻き明日取る人で限定ガチャ券で取ろうか悩んでる人で、今 80% が出てる人ですね、先に課金しておいた方がいいかもしれないですね。はい、もしかしたら計算間違えてるかもしれないので、課金をする際は各自自己責任で再度自分でも計算してみて判断してみてください。で、累計チャージまで含めるとだいたい 60% が出たとしても一朝一夕で課金した方がお得になりますね。限定ガチャ券代に関しては1万2000円するので、まあ、累計チャージを含めた場合にはその2000円分ですねっていうのが余分な課金になってしまうので、それで効率を落としてしまってるので、はい、何か他にまとめて購入する課金アイテムがあればそちらと合わせて累計チャージ揃えることで一朝一夕でいう 80% レベルに進化するので、はい、そこら辺の調整が難しいですが、そういうことをしない限りは一朝一夕の 60% ぐらいまでと、はい、いうような課金効率になりますね。はい、そして金貨遺跡ヒオクレンリー極水流昇運合無臭並んでますが、これは本当によく並ぶ課金イベントなので、ここでの説明は割愛して動画の概要欄にこれらの課金イベントがお得かどうかの説明しているブログへのリンクですね、載っているのでそちらをご確認ください。はい、そして水筒矯正いきますね。水筒矯正に関しては1日600元宝分、まあ、つまり1200円分ですね、課金すると、はい、この下に並んでる宝箱をミッションを達成した日数に応じて1日目この元宝、2日目3日目4日目5日目というようにミッション達成日数が増えていけばいくほどより良いアイテムをゲットすることができるイベントになっていて、まあ、特に目玉の5日目の宝箱の中には幸運剣っていうアバターガチャで絆を一気に2倍ゲットできるレアなアイテムと千鳥育成炭30個、そして萌え姫パックっていうこの上の副賞たちですね、はい、SR の副賞なんですが、これらの副賞普通にはゲットできなくて、ゲットしようと思ったら、はい、ここの限定イベントの下の方にある限定トレジャーですね、はい、ここの限定トレジャーの宝箱を使ってランダムで絆を集めていくっていう風に貯めていかなきゃいけないんですが、これで取ろうと思うとだいたい4000元宝ぐらい SR の副賞を取るまでに元宝を消費するっていうのが、まあ、今まで私が何回もやってきた中での大体の体感ですね。なんで限定トレジャーで元宝を消費して入手するか、この課金イベントを5日間毎日600元宝分購入して、まあ、5日間ってことで合計で3000元宝分なんで6000円ですねの課金をした場合に必ず1人無料でゲットすることができるので、まあ、課金してゲットするかっていう2択になってます。で、特にこの中にいる超春夏っていうキャラクターですね、このキャラクターに関しては先ほどの限定トレジャーのラインナップに並んでいないので、ここでしか入手することができません。まあ、とは言っても超春夏に関してはスキル性能も SR なんでめちゃくちゃ低いし、奥義に関しても一応まあ解放しやすい奥義はあるんですが、そこまで美味しい奥義ではないので、まあ、10課金以上の課金ペースの早い人は狙いに行ってもいいかもしれませんが、美課金の人は先送りしてしまってもいいイベントだと思います。このイベントに関しては別の課金イベントなんかで課金していれば勝手にここの1日600元宝の上限クリアしていくので、まあ5日目まで狙う人以外は特に意識しなくていいイベントなのかなっていうふうに思います。まあ月ギフトが切れそうだとか、まあ軍令イベントが来ただとか、まあタヌキイベントでいい倍率が出たとか、まあそういった機会が重なった時に5日目まで挑戦していけばいいのかなっていうふうに個人的には思いますね。はい、そしてラキスタも来ますね。はい、上杉謙信炎翔総比が一斉に登場ということで、一人ずつ見ていきましょう。はい、そして温泉上がり純優ですね。このキャラクターはスキル1で敵4名に攻撃をしながら 80% の確率で一旦の凍結状態にできるってことで、はい、対人戦においてイニシアチブを握りに行くキャラクターですね。はい、神王みたいに知力値勝負で勝ってないとめまいみたいなステータスでの勝負をしないで一律 80% での凍結による足止めを狙いに行けるので、格上の相手にも足止めを狙いに行けるキャラクターになってます。まあ、ただ4名ということで開幕で使うとばらまききれない可能性があったり、スキル1で影光に隠れられるんですが、まあ、現環境バフ剥がしキャラクターがかなり増えてしまったので割と剥がされがちということで、まあ、影光キャラクター最近ちょっと辛いですね。はい、そしてこれは誰だ、あーやっぱり趙雲の結婚再販イベント来ますね。また期間限定なんですね。はい、もうこの趙雲に関しては今ちょうど放置少女トップ10ランキングっていうのをやっていて、まあ、私の独断と偏見で14名候補を挙げて、その中で一般戦闘ランキングとボス戦ランキングまで今動画としてアップロードしてますが、そのどちらのランキングでもこの趙雲ですね、上杉謙信に続く第2位のランキングに位置している
るってことでね、このキャラ注目してる人少なかったのか、コメント欄なんかでも驚きの声が上がったりしていたんですが、はい、戦役ボスめちゃくちゃ強いキャラクターですからね。このキャラクターに関しても詳しくはこの動画の概要欄に分析動画のリンク貼っておくので確認してみてください。はい、そして少女の休日開いた瞬間のインパクトに持ってかれました。はい、こういうですね。はい、こういうに関してはまだ UR のキャラクターなんで、今回はスルーでいいと思います。はい、そして週刊基金ですね。はい、このイベントを課金することで500元宝と覚醒炭10個がもらえた後に、その後7日間にわたって合計で2100元宝と呼吸癖炭70個、覚醒炭20個、副将訓練書4が9個もらえるんですが、はい、まあそれが980円で参加可能ということで、はい、実はこの週刊基金ですね、単純にアイテムを抜いた元宝目当てで課金したとしても、その課金効率が1円あたり2.65 元宝ということで、安定的に供給されている月ギフトとかハッピーギフト、幸運ギフト、軍令に次ぐ第5位の課金効率のいいイベントになってます。実はめちゃくちゃ課金効率のいいイベントなので、元宝目当てだけでもおすすめできますね。はい、そしてスキル説明文の調整ということで、まあ、プレイしていく上では何の変化もないので、まあ読みやすくしますよっていうような案内ですね。はい、そういうことがあるのかっていうぐらいでOK だと思います。はい、そして最後に寝巻きシリーズの副将が一斉に登場ということで、はい、純育、寛平、関東、天意、帝育、リクソン、あ、6体ですね。はい、が一気に登場ということですが、はい、この中だと私的には純育がかなり好きですね。スキル1で敵6名に対して封印を狙いに行くことができるんですが、まあ、先ほど説明した温泉純優と同じく、知力値勝負なんかをしないで、純育の場合は 75% の確率で2ターンの封印をばらまくことができるんですね。確率的には 5% 純優ちゃんより下がるんですが、2ターンの足止めができるってことで、スキルを抑制するっていう意味では、純育ちゃんの方が優秀ですね。で、またスキル2で純育箱をばらまくことができるので、そこもかなり優秀なんですよね。で、スキル2では敵のデバフの数が多ければ攻撃回数が増えていって、スキル2も範囲攻撃なんですがかなり効果力化するので、まあ最近リリースされた壊れキャラクターの風魔のコタちゃんなんかが避けながら束縛を相手に不要返ししたりすることができるので、まあ、風魔のコタロウちゃんと相性が良かったりしますね。はい、他のキャラクターで言うと、リクソンっていうキャラクターなんかが、スキル2の防御無視攻撃がかなり強かったんですが、まあ、玄関鏡だと、ヒミコだとか、あとこの前結婚化したキョイちゃんなんかが、攻撃力ベース防御無視攻撃キャラクターとしては、頭一つ抜けている感じですね。はい、ということで、もしかしたら、この寝巻きシリーズに関しても、6名まとめた分析動画、アップするかもしれませんが、あまり期待しないで待っていてください。はい、ということで、今回の目玉は、結婚超運ですね。はい、これも超運ですね。現環境でどのぐらい強いのか、ちょっと再分析動画アップするか、6ヶ月前でそこまで期間も経ってないので、再分析動画アップするかちょっと悩みますね。はい、声が多ければアップしようと思うんですが、はい、ちょっとまた明日どうするか考えたいと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録して通知をオンにしていただけると最新の情報がすぐに届くようになりますので、通知のオンまでよろしくお願いいたします。はい、あとグッドボタンもよろしくお願いいたします。 YouTube メンバーシップもやってるので、まあ、先ほど一瞬話題に出た風魔小太郎の、戦闘挙動ですね、なんかも今日ちょうど映像アップしたところなので、興味がある方はこの動画の概要欄にある URL から覗きに来てください。はい、それでは。するOh, shit.